はい、こんにちは。こんにちは。戦士車買うシリーズ始まりました。来ました。来ました。自己紹介お願いします。前野貴則です。おさとめです。よろしくお願いします。お願いします。とめさん。何回も出られてます。そうですよね。2回目です。はい。前野さんのご指名で大沢選手。はい。これは一体なぜなんでしょう。まあ前の会のメンバーでして、前の会があるんです。前の軍団、まあ横谷軍団とかいろいろあるんですけど、一応ちょっと派閥ちょっと何個か教えてもらっていいですか。派閥どう？横谷軍団。横谷軍団はトップ。はい。いやでもいろんなところに属してるんで、たまに裏切るんですよ。横谷軍団は。横谷軍団に行ったり。西岡軍団に行ったりすることもあるよね。西岡軍団まあいろんなところに顔を出させてもらって人気者なんですよ。なるほど。先輩付き合うまいんでまだ2年目なんですけどなかなかいないですね、こういうやつ。なかなかいないですか、はい、ちなみに前の軍団どの選手がおられるんですか。まあ一番は辻修吾なんですけど、はい、まあ夜は、はい、持って友也、修馬とか大志君とかが、ね、ああそうですね、そこら辺。まあ俺が右腕なんでそうね、こいつもうまいもんばっか食ってブクブク太ってあんま言わないでください。カットでカットこのまま使います。やばなるほど。今回2回目ですけど、はい、ぜひサポート任せてください。よろしくお願いします。はい、ということで、はい、本日はアウディ松山インター店に来させていただきました。今回担当していただく橋さんです。お願いします。よろしくお願いします。真ん中。大丈夫です。はい。本日はですね、すっごい車用意してもらいました。ありがとうございます。見たい見たい。ということなので。見たい。買いたいじゃない。俺はサポートができる。今日なんか本日。買わせるんで今日。俺の手で。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。じゃあ行きましょうか。行きましょう。はい。じゃあはい、早速。本日の車は何ですか。アウディA8 です。スワン。えぐい。えぐい。なんかさ、おっきない？いや、おっきい。しかも前違いますよね。そう。すごい。ちょうどマイナーチェンジして、はい、出たばっかりなんですけど、雰囲気が変わりました。へえ。黒かっこいいっすね。かっこいいですよね。いかつ。こんな高く運転したら怖いわ。これ高く運転したら雰囲気ありますね。いやもうこんな運転できないですよ。これはいさっきイートロンはい。イートロンは何が違うんですか。イートロンっていうのは完全な電気自動車になるんですね。電気になる。そう、バッテリー EV って言いましてもうエンジン積んでないんですよ、はい、ですけどこの車はハイブリッドなんですね、はい、でグレードによってはプラグインハイブリッドって聞いたことありますか。コンセント付きの車ってあるんですけど、はい、そういう A8 もご用意できます。で今日のこれはハイブリッド、通常のハイブリッドですね。ハイオクです。そう今はちょっとエンジン切っちゃってるんですけどこの車だけいろんな装備がついてて今前野選手が立っていらっしゃるところまで人や物が近づくと自動的にライトをつけたりするんですね。そういったものもこの LED ライトがついてたりとか。はい。広いね。はい。ちょっとじゃあ後で。そうですね。はい。人入るっすよ。こう下は？下は工具が入ってます。あとサウンドシステムのウーハーとか。広いっすよねやっぱ。そう。だいぶ大きいですよね。はい。どうぞ。失礼します。うん。めっちゃいいや。気持ちいいこの後ろのところ。これやばくないですか。ここ。A8 って大きい車じゃないですか。はい、だから後ろの人が楽しむ車と思われがちなんですけど、はい、この車はドライバーが一番楽しめる車です。うわ、いいな。いざ走るとバランスであったり、いろんな要素で走るっていうことにすごくこだわって作ってまして。これは速い。まだ分かんない。これは早いけどボタンがほとんどないことに気がつきます。正面よく見たらボリュームのつまみしかもうボタンがないんですけど、実は最近のアウディって本当にボタンが少なくて、電源入れるといろんなものが立ち上がってくるんですけど、はい、ボタンを廃止した内装、とても個性的でして綺麗にしてます。めっちゃいいじゃん、うん、これもシートはもうブラックだけなんですか？ブラック以外も選べます。カタログがあって選ぶことができます。シートがやるかよ。いや、後ろいいっすよ。この角度いいですよね。角度最高。寝れます、うん、ここも下げれるんですか？下げれます。肘置きとして結構重いですよ。おお、すごい。で、画面がついてるんですけど、後ろの人がサウンドとかテレビのチャンネルとか操作することもできるという。あとこれシートもこれ傾けたりとか、それできるんですか？はい、でここに映って、そう、後ろシート動かせるんですか？はい、動くんですよ。座面の前後とか背もたれも動きます。めっちゃいい。すごっ。車格が大きいから中のスペースが豪華にスペース使ってるんですよね。非常機も大きいし、うん、ね、隣の席との間とかとても広いし、はい、これめっちゃ痛い。ちょっとじゃあエンジンつけて外を行かせてもらってもいいですか？はい、では前の選手にグッとブレーキを踏んでいただいて、こっから運転する、はい、ちょっとシートポジション出れるかな俺。一回じゃあ長谷さん出してもらえますか？そうですね。いや、そうね、はい、ちょっと怖いですこれ。一回出します。はい、お願いします。すみません。取りました今。いや、いかつくない？めっちゃかっこいいんやけど。俺運転していいですか？かっけえな。やばいっす。高くサングラスかけてみ。やばいっすよ。行きますか。はい。うわー、楽しみ楽しみ。じゃあ行ってきます。行きます。行ってきます。よいしょーい。これで矢印右の方を押してもらっていいですか？その正面の方。これ。もう一個上の矢印。それ。これ。そう。これで。もうここに見やすい。すごい。正面の画面をさっきみたいに左手の親指で。どっちでもいいんですけど、押していただくと機能の切り替えにつながるんですね。それに演技とか、はい、でその次は音楽のチョイスとか、はい、でさらにもう一個行って携帯で話ですとかで、さらにその先に行くとナビでも、はい、さらにぐるぐる回せるボタンがあるんですけど、左手のナビを回してみてください。でシュッシャルが変わるとか、すごいすごい。さらにその左側にメニューマークがあるんですけど、それには反対側、それ。それを押すとメニューが出てきて、目的地履歴から目的地の選択ができたりとか、ここでできるのめっちゃ楽じゃないですか。ここじゃないですね。さらに前の左手の親指か左手でそこの正面の画面と上の画面の一番右下の矢印から真ん中、それです。それの右下の矢印、これ、それ押してみてください。こっちが親機なんですよ。バラバラで制御はできるんですけど、こっち側が基本的には親機になるので。目的地のセットとか、あとスマホみたいに手を使えばピンチアウトとか、はい、ズームしたり、そうそう、そういったこともあるし、という作りになってます。で、下がエアコンの今パネルになってますけど、はい、例えば前の選手側のローって書いてますけど、プラスマイナスで、はい、そのプラスマイナスの上に手を添えて温度を上に上げるようにスッてやってみてます。下から上に向かって、そう、それで。楽楽で、さらにこう真ん中の画面でこう手でですね、こうシュッとこうつまむようにすると、そう、今左右の温度が両方とも19度に変わりましたけど、こういう様子まるでスマホのように使っていただける。ハイテク、はい、これがいつ出たんですか？これがもともとこの車自体は2018年に出てます。はい、で、つい先月マイナーチェンジをしてこれに変わりました。じゃあもう最新ってことですね。最新中の最新ってことね。そう。いざ走っていくときはドライブとか入れていくんですけど、はい、それ握っていただくと分かるんですけど、ちょっと独特な作りになってます。はい、例えば下に入れてみてください。大丈夫できませんので。あ、本当ですか。はい、ブレーキ踏まなくていいですか？踏まずに。はい。下に。はい。入れて手を離すと、このようにどのポジションにいると戻ってくるんですね。今度上に入れてみてください。上にでも戻ってくるという。はい、つまりもう電気的に命令するだけなんですね。え、どういうことですか？例えばブレーキを踏んで。はい。下に入れるとドライブになります。あ、親指をしながら、最後。ここですか？そうそう。そう、これがドライブ。今度上に入れてみてください。そう、これニュートラル。でもう一個上に入れるとバック。そして親指で P マークが、はい、それを押すとパーキングとなります。これなんでこうなってるかっていうと、電気自動車がこういう構造なんですね。でもアウディはすでに同じように電気でもガソリンでも差がないような構造になります。でもそこに上の画面の文字とか 3D ってあると思うんですけど、それちょっと押して、そう、もう一個上ですか。そうです。はい。それを押すと、実際の画面をこれ 3D で具現化してます。で、スマホみたいにぐるぐる手で触って回してみてください。実際に操作ができます。すごい。これ走りながらでもある程度触れるんですけど、要は、ちょっとした障害物がないかとか、スタートする前に確認ができるんですね。もう人おる人、これ今、そっちのカメラ前ですよね。引いちゃう。そうなんです。これどうやって映してるんですか？これ実は前方にカメラがついてて、バックカメラも含めて、常に映してるんですね。その中から選んでるんです。画像加工して。へえ、すごっ。この画像加工技術はすごくお金をかけてるって言ってました。そうです。これはすごくないですか？はい。事故してない。そこのハザードボタンつけてみてください。すごい。リアルタイム。これじゃあ運転中もこの画面になるんですか？そうなんですよ。全速度ではないんですが、ある程度の速度までは映すことができます。今の車はこのカメラとレーダーを使って、いろんな安全装備がついているので、その延長線上でこういった映像も作れると思います。じゃあもう自動でも。運転もできるんですか？これできます。できちゃうんです。今日ちょっとバイパスで走るので、その片鱗をお見せできると思います。ちょっとじゃあ早速行ってみますか。はい。あとアクセルを踏んだら発進していきます。あ、勝手に分かんない。行ってきます。じゃあ左側からこっちですか？はい、行ってきます。あ、うわ、これ逆なんや。そうなんですよ。こうか。はい。うわ、これ俺怖え。大丈夫です。えぐい。公園。じゃあちょっと閉めておきます。はい、安全運転お願いします。はい。左車線で行きましょう。はい。おお。これさっき。はい。おお。今シートベルト。はい。ちょっと引きましたよね。ギュッて。シートベルトのたるみを取るアウディプレセントシティっていう機能があって。体格に合わせてシートベルトの長さを変えていく。すごすぎ。しかもシートベルトさっきかけましたけど、はい、めっちゃ最初スムーズですよね。はい、硬く動きもスムーズですよね。はい、シートベルトしやすいですね。そうなんです。そしてここを左にウインカー出していきます。いやー、実際本当の事故の時にはこのシートベルトを巻き上げたり、電動シートの角度を変えたり、窓ガラスをぐっと閉めたりとか、いろんなことができます。これ最初エンジンかけた時に、こう車体がこう上がったじゃないですか、はい、逆に走り出したら安定するようにこう下がるんですか？おっしゃる通りです。速度域で高さを変えますし、任意で変えることもできます。頭いいな。ではここは右側ですね。はい、上に上がっていきます。いいっすね。これもおしゃれですね。そう、わざわざそこにパネル入れてるんですね。おしゃれです。はい。どうなってるんですか？なんか柄になってる。そう、ウッドが入ってる。はい。カメラで見ると綺麗に見えますね。めっちゃ綺麗ですね。はい、ウッドが綺麗に見える。うわ、静かっすね。はい。スーッと走りますね。はいね。ずっと SUV しか乗ってなかったですけど。そうですか。セダンもいいっすね。いいっす。乗り心地は圧倒的にセダン。でも普通のセダンよりは高いっすよね。車高、そんなことないんですか？そんなことないんですよ。なんか高く感じる。大きいからじゃないですか、やっぱ。セダンいいっすね。男って感じ。U ターンするとき、この車前後でホイールが逆に動きますので、はい、すごく小回り利くんですね。こういうところでちょうどグッとハンドル切って、はい、そこからさらにハンドルをすごく回りやすい。すごい。めちゃめちゃすごい。じゃあ、はい、インターさんのあそこの U ターンするじゃないですか。あそこ、そうですね。あそこ行けるんですか？行けるんですけど、今日はしない方がいいと思います。ただ行けます。すごい。トモヤのでもできんのね。俺のできなかったですね。すごくね、ハンドルが切れるんですよ。ちゃくちゃいいですね。全然揺れないですね。世代いいな。実際この車オプションのエアサスがついてて、正面のカメラで凸凹を見てるんです。例えばつなぎ目とか今みたいなところですね、このつなぎ目通るときにこの凸凹を計算してエアサスの調整をしてますので、なるべく揺れないように、すごすぎる、特に縦揺れをしないように抑え込んでくれるんですね。で外から見ると結構動いてるんですけど、中の人は動いてないよっていう感じ。すごっ。初めて乗りました、アウディ。アウディ乗りやすいと思うんです、はい、すごくハンドルも軽いし。軽いです、軽いです、はい、で外車って、はい、僕重いイメージがあるんですけど、はい、今のドイツ車は軽いんです。軽いっすね、はい、軽いんだ。これで燃費はどれぐらいなんですか？実際街中だとやっぱり10キロ切るんですよ。ですけど高速道路だとぐっと伸びてくるので、そのトータルでいうと大体12キロから15キロぐらいでは走るかなっていう。でもいいですね、はい、4駆でそれだけ走ったら、はい、もう4駆が燃費が悪いという時代ではなくなってるんですね。ちなみに今アウディが煽られてます。まさかまさかの前の選手が運転したとは今もないと思いますが、はい、はい、怖い顔してる。怖い。でも皆さんね、アスリートで体が資本な方々だとこういう車ってとっても助けてくれると思うんですよ。確かにそうですね。いや本当にそうですね、マジで。後ろも全然狭くないですもんね。広いですよね。広いです、マジで。ここにも物置けるし。そうなんですよ。音楽とか流したいですね。もう正面の両端にツイーターって上がってるの分かります？丸いの、はい、あれバンガンド・オルフセンっていうオプションのサウンドシステムのツイーターなんですけど、この車ただ音がいいだけじゃなくてスピーカーが23個ついてるんですけど、立体的にこう制御ができる、この空間の中で響きを調整するんですけど、フロントガラスとかにも全部響かせて、めっちゃいいじゃないですか、音楽。そう、例えば、ね、映画なんかでも後ろからこうヘリコプターが頭上を越えていくシーンとかあるじゃないですか。本当に後ろから流れていきます、ヘリコプターがダダダダダダって。めっちゃいいじゃないですか。映画すぎ、すごい、はい、それぐらいの制御ができる空間の中で立体的に音を演出するっていうスピーカーがあって。23個ですか？23個もあるんや。これとかもってこと？そうなんです。すごっ。よく見るとピラーって言って、あそこと両端の上の方にスピーカーがあるの分かります？本当だ。窓ガラスの方向いてるんですよね。本当だ。はい。これ窓ガラスに向かって音を出してるっていう。あ、これか。そう、これですね。はい。これです。はい、それですね。ここも？そこも。はい。それは人間の耳に向かって向いてますよね。そこ。これライト。そう、ライトですね。めっちゃいいや。めっちゃかっこいいっすよこれ。あと外部からその風切り音とかいろんな音が入ってくるんですけど、その音を音波で相殺してまして、人間の耳に入ってきにくいように。音波？そう。今のはちょっと前の車との距離感を車が坂道だったのでクルセンスって言って教えてくれたんですけど、はい、ブレーキを踏んだんですけど、ちょっと近いかもしれない。いや、タカ君がやってるわけじゃない。俺がやってない。普通にブレーキ踏もうとしたら。そう。制御が入りましたね。絶対事故しないやん、はい、こんな。あと直線だったのでハンドルを握ってる力弱かったから、ひょっとしたらそうですか。出したんですね、車が。はい。すごい。すごい本当に。もう安全装備の塊でして。人間より賢い。後ろからバスなんかが来ると今みたいな感じで音が出てシートベルトを巻き上げたりもします。物体が大きいから危ないっていうので。はい。すごい。これ普通の車やったらこうドライブ入れて離したらちょっとこう進むじゃないですか。それはもうないんですね。ここのボタンで選べるんですね。選べる。正面にグリーンの P マークがついてるのがありますが、それがその証拠です。今は足を離しても大丈夫。はい。あ、もう勝手にパーキング入ってるんですね。そうなんです。すごい。それが嫌いな人はそれを解除するっていう。これですか？はい。もうこれは感覚で。そう、これでやったら進む。おお。本当電気制御。こうか。あ、つきました。はい。でこれで進まないんです。離してるんですか今足？離してる離してる。でこれでアクセル踏んで。動くんですよね。この A は何なんですか？それがそのオートパーキングのアシストですね。この機能です。でも今前の選手本当のサイドブレーキ引きませんでした。こっち。はい。こっちなんですね。あ、こっちを押して。そうそう。これを解除ですか？そう。今は解除ですけど、もう一回前に出してでブレーキ踏んでください。と入ります。おお、足使えないですね。はい、渋滞楽ですよね。確かに確かに。ずっと踏んでる。普通の車やったらパーキング入れんとダメですもんね。はい、すげえ。あと演出でエアコンの吹き出し口も今閉じてるんですけど、これ正面の丸い、はい、もうちょっと右側のそれ右から左にこう流してみてください。スーッと、そう、それで開きます。今から開くと思います。おお、え、風量自体は変わらないんですか？風量じゃなくて、今閉じたんですね。ちょっと取材でこう見栄えがいいように閉じたんです。めっちゃかっこいい。何これ。君エアコンやったの？隠れてた。逆に右から左に閉じてみてください。そうすると、そう、必要ないと判断して閉じます。はいよー。うわー、何回見てられるわ。トランスポーターって映画でアウディA8が出てますけど、あんな感じで動くんですけど。すげえ。え、こっちはどうなんですか？あ、今閉じてます。あ、全部あるんですね。はい。便利ですよ。こっち開いてるのにと思ったら。すげえ。え、すごい。そうなんです。やば。風量自体は閉めとっても閉めてなくても変わらないんですか？はい。その辺も変えることもできるんですけど、オートにすれば。今ちょっと手動にしてるんですけど、いろいろ理由があって。はい。え、これないですね。他の車ついてますか？アウディでやっぱりこの A8 だけですね。あ、だけなんですね。そうですね。ここまでするのは A8。いかがですか？いや、かっこいいっす。めちゃくちゃかっこいいっす。似合ってる、似合ってる。似合ってますよね。似合ってますよね。はい。早く運転してる感じはどうなんですか？やっぱ、いや、しやすいよ。しやすいですか？軽いんですか？軽い。ハンドル本当に軽い。ハンドル軽いっていいっすよね。皆さん練習のハードでしょ。はい。その帰りって結構足とかしんどいと思うんですけど。しんどいっすね。自動走行とか上手にこなして使いこなしていただくとすごく楽に帰れますので。いやー、練習後いいな。前野選手と大沢選手朝早いですよね。早いっす。早いっす。二人は早いですよね。早いっすね。俺はまあ前野選手大体いつも1番2番。そうっすね。早いっすよ。早いですよね。ケアの時間って感じですか？大体何時間前ぐらいに来られるんですか？僕2時間前ですね、大体。はい。今日も？いや、今日はもう練習じゃなかった。はい、リカバーやったんで。2時間ってすごいっすね。6時の練習で7時ですよね。そうです。すごい。行きたいけどやめとく。朝のメンバー決まってますよね、結構ね。でも大体もう決まってきました。いやでも智也最近遅いからね。遅いってか今年最初は早かった。いや今年最初は一番早かったよね。俺は6時とかですか？俺だけなんか9時練習3時間前とかに。6時は持ったやろ。え、6時半ぐらいにほらケアがじゃあシャワーとか浴びるから6時、前そんぐらいですもんね。6時ぐらいじゃないですか？6時空いてた？ワイシンジ開いてたんじゃないですか？開いてた。開いてたっすよ、6時。開いてたっすね。サンパークになってちょっとマシになったんじゃないですか？あ、そうそうっす。レインボーとかの時きついっすよね。マジ遠いです。遠いっす。遠いっすし、もう火出てないし。車が大きいからいつも譲ってくれると思います。はい。いいやつして。いいやつ。前でもやっぱ前やっぱ大きいっすから。はい。怖くないですか？慣れですね。慣れっすよね。皆さん運動神経いいからすぐ慣れますよ。はい。そう思います。はい。そしてこのオレンジのミラーのところ、ここを右に入るとゴールです。お。うわあ、いいね。いや、静かだな。いや、静かっすね。セダンめっちゃいいな。変わったと思うや。いや、ちょっと俺ずっと SUV が無理してなったんですけど。いや、いいっすね、セダンもやっぱ。右に入ってかっこいいもん、これ映ってる車が。ちょっと狭いんですけど、ここまっすぐさっき入れてみましょうか。十分入りますからね。はい、その角度大丈夫です。いいっすか？はい、ゆっくり入っていきましょう。大丈夫、入れますよ。ゆっくりいきましょう。これ右側だけ見えたら左は大丈夫ですよ。あと右当てないように。そうそうそう、上手です、上手です。はい、上手に、すごく上手です。さすがです。で、その辺で止めて、あんまりまっすぐにして、で、本気ですか？はい。で、親指でパーキングをピーマークして、そう、それでパーキング入ります。足離していいですよ。で、エンジンを切ってください。おお、アウディとちょうど、かっこいい。すげえ。で、最後まだ電源が残ってるんですけど、はい、前の選手がドアを開けると全て静かになります。やってみてください。カチャッと。で、もうちょっと開けて、これで全ての電源がオフになります。試乗お疲れ様でした。お疲れ様です。あれも閉まりました。はい、ツイッターも下がります。まだ降りたくない。はってで、降りやすくなるように。そうそうなんです。数十秒間こう車高を上げて。すごすぎる。やば、なんだこの車。いや、すごすぎる。すごっ。じゃあゲット、ゲット。前田さん、一応財布を。いや、そりゃそうですよ、もう持ってきてください。はい、ありがとうございます。そんな前野選手のカードで買えるから。はい、買えます。あ、それは言い過ぎました。今の A8 の見積もりです。こちらざっくり言うと160、1600。一桁違った。1桁違った。60万やったら即決だったじゃないですか。俺も買うっす、そしたら。いや、自動車っていろいろあるんですけど、ざっくり車両だけでいうと1500万ぐらいのお買い物です。そこに、まあ、ちょっと税金と諸費用が入って1600万円ぐらいになります。いや、すっげえ。でも納得の値段っていうか、あんな機能だったら。そうですよね。まあそうなりますよね。いかついな、やっぱここから見て。いや、いかつい。黒だと余計そうですね。黒、そう見えますよね。他に色って黒以外、白。あります。カタログで、やっぱり白とか、あと濃いブルーとか、紺色ですよね。とか、あとシルバーとかヨーロッパでは。シルバー。前田選手、いかがでしたか。いかがでしたか。いや、もう車はものすごく。乗りやすいですし。もう最高級で。ね、乗ってみたいなと思いました。ということは、この車買い。いや、欲しいっす。欲しいんすけど。欲しいっすね。お前買って。いや、これ買わんでいいから。これ何ちゃかいの、これ買わんでいいから。ちょっと予算的にもそうっすね。ちょっと嫁の許可がいりますね。そうですね。はい、一人じゃ決定できない。奥さんの許可がいりますね。いや、でも本当将来的には乗りたいなと思いますし、はい、ありがとうございます。今日僕初めて試乗させてもらって、なんか外車のイメージがガラッと変わったので、こうハンドルの軽さとか機能も含めて、はい、ぜひこう機会があったらアウディ乗ってみたいなと思いました。ありがとうございます、はい、またぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。本日はありがとうございました。ありがとうございました。